プロボクシング、フェニックスバトル105、WBO アジアパシフィック同級タイトルマッチ12回戦0王者 TJ ドヘニー、1回 TKO、同級1位ジェフラミド黒丸、10月31日、東京、後楽園ホール。セミファイナルの WBO アジアパシフィックスーパーバンタム級タイトルマッチは、王者 TJ ドヘニー、アイルランド、が同級1位ジェフラミド、米国、2回 TKO 勝ち。 初防衛に成功した。戦績は36歳のドヘニーが25勝、19KO4 敗、23歳のラミドが11勝、4KO1 敗。戦立の KO 劇だ。初回、ドヘニーが強烈な左でラミドからダウンを演出。ここは立ち上がったが、足にダメージが現れる挑戦者に攻撃の手を止めない。追いかけて強打を放つ王者に、 挑戦者は回りながらふらふらになって後ずさり。たまらずレフェリーが間に入って試合を止めた。今日の戦いを誇りに思う。1、2ラウンド、競り合う展開を予想したが、パワーがあるので一発で決めることもあるかなと思った、とドヘニー。2日後の11月2日には37歳となるが、自分へのいい誕生日プレゼントになった。Happy birthday me、と笑った。 ドヘニーはオーストラリア在住のアイルランド国籍。2012年4月にデビューし、18年8月には岩佐良介に判定勝ちして IBF 世界スーパーバンタム級王座を獲得した。19年4月に WBA 王者ダニエル・ローマン、米国、との統一戦に敗れ、王座から陥落。21年8月の WBA 世界フェザー級暫定王座決定戦にも敗れた。だが、 23年6月に行われた WBO アジアパシフィック同級タイトルマッチで中島和樹、大橋、に4回 TKO 勝ちして王座ダッシュに成功した。アマチュア時代に2度、全米王者となり、世界3階級制覇王者ワシル・ロマチェンコ、ウクライナや、や WBC&WBO 世界スーパーバンタム級統一王者、井上直也、大橋、ラスパーリングパートナーを務めて腕を磨いた。 今年4月には元 IBF 世界王者の岩佐に判定勝ちして実力を示したが、元世界王者の壁は厚かった。世界挑戦の機会を与えられれば、とドヘにいい。素晴らしいパンチ力があるし、ぜひ井上直也選手に挑戦する機会があれば、と最強王者との対戦をアピールしていた。